どうも、速稼塾の久保です。今日はちょっとね、私が FX を教わっていた時に、まあその先生からね、こういうことがあるんだよっていうふうに奥義を一個教わったことがあったんですよ。まあそうなる蓋然性が強いということで、確定ではないんだけどという前置きをいただいて、まあこういう奥義をいただいたってことを今日はね、お話していこうかと思います。ちょうどその予兆が出ましたんでね。じゃあ今日は1時間だけでお話ししていきますので、まずは昨日の13時の1時間軸をご覧いただきます。こちらをどうぞ。昨日の13時の時点で一番最初のプライスポイント、こちらですね。114円の732という赤いライン。ここに絡んで横ばいが始まりました。ね、やっぱりね、こういう風な赤いラインに円があるということでしょうね。横ばいが始まったってことは、ここから上に行くか下に行くかってことを考えなければなりません。場合によってはブレイクをするということなんですけども、私はね、今回エントリーしてなかったんですよ。エントリーするのはこれからなんですよね。じゃあ、次を見てみましょう。次はですね、昨日の18時です、夕方。結局、ブレイクしたのは下の方向でした。そして止まったのが110円の519なんですよね。いや、これはまたね、赤い線に円があるなってことですよ。先ほどはここで絡んで横ばいを作って、今度はここでブレイクが止まったってことなんですよね。ですんで赤いライン引いておくとずっと生きてくるんですよね。じゃあ次は114円の235っていうポイントがあります。これが何を意味するか次の画像で見ていきましょう。はい、これがね、2月3日の朝5時ですけども、114円の235で、こっからね、横ばいで始まったブレイクが止まりましたね。まあ、ですんで、もしかしたら114円の732をブレイクして下に行った時点でエントリーできた方がいたかもしれません。で、今日のテーマはね、しかしね、そこではないんですよ。もちろん昨日114の732もしくは114の519でセルで取れた方はおめでとうございますなんですけども、私はすいません、エントリーしてなかったんですよ。で、今、朝5時、まさにね、今2月3日の朝5時なんですけども、この時間で見てみますと、すごく今日のテーマでいう特徴が出てるんですよ。それがここです。どんな特徴かってことをクローズアップしてお話しますね。これです。はい。ちょっと左上の方に固まっちゃいましたけども、中央黒い四角で囲んである4つの陰線と陽線の並び4本ありますよね。陰線、陽線、陰線、陽線という4本。4本で形作られるこのローソク足をちょっとね、覚えておいていただきたいんですけども、下がピシッと揃ってますよね。これが一つポイントなんですよ。で、最後、陽線で終わってるでしょ。この4本が並んだ時って、上の方に跳ねることが非常に多いらしいです。で、今まで私も体感としてはそうだったんですよ。で、逆にですね、同じような形でも、陽線、陰線、陽線、陰線で、陰線で終わる場合は下の方にズバッと行くんですよね。さあ、この4本の並びを覚えておくと結構使えるんですよ。もちろんね、下が揃ってるとかね、上が揃ってるっていうのが、一つ条件として、で、4本の似たような陰線4線で形作られてるっていうのがポイントですよ。そうなると、ここどうですか？下がピシッと114の235で揃ってますよね、ここ。揃っていて、陽線、陰線、陽線、陰線となってます。まあ上の方はちょっとばらつきがありますけども、ここで私が言えるのは、何かっていうと、よし、倍で入れよってことなんですよ、倍で。上の方に行くぞってことなんですよ。そのメッセージをこの4本から感じたんで、他の方はね、おそらく上級者でもない限り、ここには気づかないと思いますし、こういうのを使わないと思いますけども、今回私はこれに乗ってみようかと思います。1個前に戻ります。現在の時間軸ですね。左右対称になるということがあります。というふうに前置きをしましたけども、まさにこれ左右対称に近い形になってますよね。で、こっからどう行くかってことなんですけども、つまりはこれダブルボトムがまた来たんではないかなってことが考えられるんですよ。で、1時間でのダブルボトムね。先日4時間でのダブルボトムを私お話しましたけども、あそこから上の方にブレイクしたでしょ。今度はここなんですよ。1時間でのダブルボトム。そして4本のこの奥義とも言える並び。これを知ってる人はあんまりいないんですよね。そして知っていてもあんまり目にすることがないんで、確かめることがあんまりできないんですよ。で、今まで私がね、5年間 FX をやってきて、確かにこうなる蓋然性が強いなというところで今回も使っていこうかと思うんですよ。すなわち、上ですね。つまりですね、ここに来て、ちょっと本来のチャートを持ってきましょうか。これが同じ1時間のチャートなんですけども、デイリー見てください。
デイリーは右肩上がりだったでしょ、うん、あの流れが。で、4時間はどうだったですか。4時間も右肩上がりの流れ、ダブルボトムから折れ曲がって、いろいろと話しましたけども、迷っている状態なんだけども、でも右肩上がりというふうにお話しましたね。で、1時間がついに右肩上がりの予兆を見せてるわけですよ。この図だけ見ると右肩上がりじゃないですよ。でも、2つの要因、ダブルボトムと4本の陰線4線から、ここから上昇するというふうに考えることが私はできるんですよね。で、多くのトレーダーさんはこれがなかなか考えられないのと、もちろん今回そういう予測を立てたからといって外れることはあります。ただ私は今回みたいな条件が揃った時は必ずバイを入れてますね。それで、勝ち抜いてきましたんで、今回もそれに習っていこうかと思います。というのが今日の、相場解説になります。今日はね、他のトレーダーさんではなかなか言えないことだと思いますんで、もちろんね、そうならない可能性もありますよ。ですけど、私は今回バイを入れるということで、バイで、2月3日節分はですね、乗り切っていこうかと思います。これが当たればかなり大きな利益になると思いますけども、外れればロスカットを食らって、まあ、5、6000円の損になるかなってところですね。じゃあ、行ってみましょうか。